松平重明は、幕末から明治初期にかけての大名、家族。越後国糸井川藩七代藩主。越前国福井藩十七代の藩主。維新後は、福井藩知事、公爵となる。越後糸井川藩主、松平直春の四、男として誕生した。嘉永五年四月一日、十二代将軍、徳川家吉におまみする。嘉永六年二月一日、 原服する。この時の意味名は、直カード安政4年5月4日、ジップの名を春の隠居により、糸井川藩松平家の家督を相続する。同年12月16日、従法したと、ヒューが守るに助任する。安政5年7月5日、安政の大国で、松平義長が隠居、禁慎処分となった、越前松平家の家督を相続する。同年月日、 14以上、左この越中城越前守に昇進する。また、14代将軍、徳川家持から返旗を受け、意味名を自家角から茂明に改めた。源氏元年4月13日、正四人下となる。藩主となったものの、藩内には隠居した吉永をはじめ三岡八郎、中根幸恵、横井昇南などの藩政を主導する、改革派の家老、藩主が、 多数いたため、重明には、実権は、ほとんどなく、九月の当主の立場であった。慶応元年の第一次長州政党では、総督、徳川吉勝のもと、副総督となっている。明治2年6月、藩籍奉還に伴い、福井藩知事となった。明治4年7月、廃藩知見に伴って面官された。明治17年7月、白爵を授けられた。 明治21年1月17日、矢部吉長の勲功により、公爵に昇釈した。明治23年7月、55歳で死去した。ありがとうございます。